堀日光彫り日光彫りは栃木県日光市特産の彫刻である。素材の木材として土地の木、宝の木やカツラ等を乾燥させて使用する。1975年頃までは栃木県産の土地の木を多く使用してきたが、それ以降は北海道産のカツラの使用が多い。近年は合板の使用も多い。材木は貯木場に置かれ、機械により浅めに製材された上で、 自然乾燥、電気乾燥を経て日光彫りに強される。墨付けの上切断加工され、再度電気乾燥させた後、適切な形に成形される。主に機械を用いる。彫りは、ひっかきを用い、生地に模様をひっかき彫り、沈み彫り、浮きし彫りなどの技法が用いられる。このひっかき刀は、他の彫刻の類とは違い、切り出し刀など、 複数の刃物を用入らずに済むよう、工程を簡易化するための道具であるとされる。絵柄は菊、桜、梅、日光木杉などが多い。また、平面部分には塗料の塗りを良くするために、星打ちが施される。日光彫りというものが現れた、昭和当初、塗りは日光主体塗りという技法も使われていたが、現在は、漆は使用せず、ウレタン塗料がほとんどである。 1878年に日光を訪れたイザベラ・ワードは、その出記の中で、日光の町は、商店で占められ湯葉やレン館、カン、山椒などの食べ物に混じって、春景塗りや、書塗り物などの土産物が売られている、と記している。明治20年、日光八市在住の鬼平均四郎氏の出版物でも塗り物、刺し物の記載のみであり、彫り物があった事実は、一切ない。 こうした日光堀と呼ばれるものは、鎌倉堀の発祥よりもしばらく後、日光で根付いていた漆製品や刺し物類に便乗し、さらに鎌倉堀等からヒントを得て生まれた昭和以降の生産品である。現在も土産物として生産されているが、事実上無関係である日光と将軍の名前を利用することで波紋を呼んでいる。日光の工芸品は、 歴史が古い順で、日光追手塗りや日光盆等があるが、日光彫りは趣味として始めやすく、シニア層からも非常に人気がある。2014年、熊野室とのコラボレーション作品も登場している。読売新聞、2014年10月23日、掲載。ありがとうございます。